前を選択したのは短期1番の小川、小川が前から、そして2、3番手南関東勢、5番の伊藤、2番の山本、中部近畿が人気を集めて後ろから動いたのが中四国連携です。奥村ゆっくりと上昇開始、残りは2周回です。さあ7番車の奥村がまずは肩通り前を抑えるか、いやちょっとこの辺り車を外に持ち出して小川までは叩きませんでした奥村。そして5番の伊藤が上がってまいりまして、今度は伊藤が出ていきますでしょうか。6番車の柏木がスーッと車を4番手まで上げて、7番車の奥村は6番手に車を下げています。短期1番車の小川健人がこれで注文通り3番手を確保いたしましたでしょうか。さあ後ろからの仕掛けがありませんが、5番の伊藤勇樹が徐々にペースを上げて残りは400です。5番の伊藤先頭、2番手が2番の山本、3番手には1番の小川、縦ながら展開。さあ最終の2コーナーからバックストレッチ、3番手差を詰めながら1番車の小川がまくってくる。小川のまくり止めに行って2番の山本、山本が2番手で1番の小川を止めました。あとはコースを見つけるか、3番の飯田で4コーナーを回ってくる。逃げる5番の伊藤、伊藤先頭、最後山本並んだか。